皆さんこんにちは、佐々木です。今回は爬虫類のお迎え準備として、リビングに爬虫類棚を増設したので、その制作の様子を紹介します。新しい棚を作る際に決めたことは上記の通りです。家族会議の結果、キッチンの幅を丸々もらえることになりましたが、生活空間の確保のため、奥行きが38センチまで制限されます。この時点で市販品の120センチケージはほぼ使えないので、将来的に自作かオーダー品を置くことになりそうです。また、小型爬虫類用のアクリルケースは、ちょうどレクタイルボックスがすっぽり入るように計算して作ります。アクリルケースは他にも、私の愛用している 30cm×30cm のペポニ様オリジナルケースにも対応するようにします。ここまでの条件を踏まえて、イメージした棚はこんな感じです。さすがに2メートル半の棚板の確保は難しく、玄関から入る気もしないため、120センチ棚を2つ並べようと思います。早速ざっくりと図面にして、ホームセンターで材料を買ってきました。自宅の機材ではまっすぐにカットするのが難しいので、今回は購入したお店で全てカットしてもらいました。いつも通りサンダーを使って全ての材料の表面を研磨していきます。正直、この工程が一番面倒くさいです。持っててよかったマキタの電動サンダー。あらかた削れたので、塗装の前にあらかじめ穴を開けておきます。今回から 1x4 と 2x4 材にぴったりと合う専用の定規を導入しました。自分で寸法を測って印をつけるより正確で、圧倒的に時間短縮できるのでかなり良いです。以前棚を作った時にでも買っておけばよかったです。大体の位置を狙って下穴を開けていきます。木ネジの頭が飛び出ないように、表面だけ 7mm ドリルで削り取っておきます。バリを削り取ります。本当は 7mm で削るときにステキを使うとバリを抑えられるらしいです。全部作った後に知ったので、次から活用します。大まかにキノコ菜などの汚れを拭き取って、下準備は完成です。棚板だけ白色に塗っていきます。実は、この棚を作る前に色合わせをするため、試作として本棚を一つ作っていました。作った棚はトイレに設置しました。これでもしお腹壊して長居しても安心です。柱の部分はウレタンニスを塗っていきます。内蓋がついたままでした。水性ニスは水で薄めて重ね塗りすると綺麗に仕上がるのですが、この時は面倒くさがって原液で塗っています。乾燥は早くなりますが、仕上がりが少し粗い感じになってしまったので、皆さんが作る時は薄めて重ね塗りをおすすめします。2時間ほど乾かしました。塗りムラや塗り残しを修正するために少し重ね塗りをして、次は組み立てを行います。今回から新アイテムのコーナークランプを導入しました。この道具は材料を直角で固定してくれるので、棚を水平にしたり、まっすぐネジを通すのに役立ちます。ちなみにAmazonで4個セット1700円ぐらいでした。安いとは思いますが、品質がそれなりなのでおすすめはしません。棚板に対して斜めに入らないように注意して下穴を開けて、52mm の木ネジを通していきます。天板も同じように仮止めします。天板と下段の仮組みができました。レオパのアクリルケース用の中段を取り付けます。かなり完成形が見えてきました。木の間の浮きに気をつけながらネジを本締めしていきます。本締めが終わって棚の形ができたら、次は補強用のアングルを取り付けます。これがないと棚にかかる重さをネジだけで受け止めることになるので、最悪の場合、板の端から割れて大惨事になる可能性があります。
アングルの色は白で統一したかったのですが、ちょうど店舗の在庫が切れていたため、目立つとこだけ白にしています。最後に足の裏に床の保護用にクッションフェルトを貼って完成です。早速設置します。前回とは違い、シンプルな作りにしているので大人一人でも移動できます。高さもキッチン下にぴったりですね。レオパ用のアクリルケースを置くとこんな感じになりました。思っていたよりめっちゃ暗いです。レオパ的にはこっちの方が落ち着くかもしれませんが、せめて観察するときぐらいは明るくできるよう、何かしらの対策を考えておきます。隣が良い感じにスペース空いています。どんな子たちをお迎えしようか、今からワクワクしますね。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いできれば幸いです。